どうもー。はい、客引き勧誘行為は違法だ、池袋警察署。はい、すいません、客引きしておりました。 LINE で客引きしておりました。はい、龍河さん、龍河さん、今僕歩きながら、コンビニ入って、ちょっとトイレしてたんですけど、いやまさかこの時間帯にドリアカに決断していただけるとは。はい、いや僕もですね、若いですね、この時間帯まで。はい、僕も、さっきラーメン食べてて、でラーメン食べ終わってちょっと排出物を出して歩いてたんですけど、ちょっとここでね、はい、僕はネットビジネスマンですから、ネットビジネスマンはどこでも仕事ができるんで、この動画をですね、今からここでアップして、ここでアップCの送りますから、もう多分そんな長い動画作っちゃうとちょっとねアップロードできないんで、ちょっと早めに終わらしますけど、とりあえず、ドリアカご入学おめでとうございます。はい、でいろいろとやり取りしてたんで、大丈夫だとは思うんですけど、一つね提案があって、僕はですね、このドリームアカデミアを、25年間こう運営していくんですけど、1万人ぐらいにはこう広めていきたいなと、この25年で。で、龍河さん若いじゃないですか。龍河さん次第なんですけど、これ日本一の僕は塾にしたいんですよ、この塾を。で、やっぱこの広めてくれる人がいてくれると助かるなと。で、龍河さんは若いし、本気で、もちろんね、ドリームアカデミアのコンテンツっていうのは、自分で商品作ったりとか、自分でマーケティングやってったりとか、自分の売り方、どういうふうに自分で売り上げ上げていくのかっていうのを、教えてる塾なんですけども、特典として、ドリームアカデミアを紹介して報酬が入るよっていうのも一応システムとして入れてます。で、紹介料20万ですから、龍河さんが本当にドリームアカデミアに入って、あ、これはいいと、これはすごいなと思っていただけたのであるならば、頑張って営業してもらえれば、月にね5人集客すれば100万、月に10人売れれば200万ということは、毎月10人に売れたとするならば、年収でいうと2400万になります。はい、これはですね、今回はゆっこちゃんからのねお誘いということもあって、 LINE アットでやり取りしてたと思いますけれども、ゆっこちゃんの方に、フィーが発生しますんで、僕は今こうやって個人でやってるんで、このフィーを払えるっていうのもありますけど、他の塾はやっぱ、LINE アットでもやり取りしてましたけど、売り上げをこう上げていくっていう趣旨でやってる部分が多くて、実態、中身は結構ずさんなものが本当多いです、ぶっちゃけ。で、僕はそういうのがちょっと嫌だなっていう部分があって、僕のスタイルでこのようにやっております。多分ね、ここから動画を撮って、ここからねアップしていくっていうのは僕ぐらいだとは思いますんで、多分いてないんじゃないですかね、変わり者ですから、はい、ただ僕は本当に今までめちゃめちゃやってきましたから、K 君も一応指導した過去もありますし、あんま表出てないですけどね、僕広告とか使ってないから地味にやってますけど、実際に入っていただいて、中身、めちゃめちゃ内容濃くどんどんバージョンアップしていくし、本当に多分ね、今20じゃないですか今20でこのノウハウ学んで本気でやればマジで人生変わりますよ。僕だって20歳の時何やってたかなって話で、23か4ぐらいから入りましたけど、もうすでに勉強されてるんで、
まあ、この僕はですね、龍河さんの成長が楽しみですね。まあ、あと特典のドライブコンサルとかもありますんで、そこでまあいろいろと揉んでいきましょう。はい、ではあんまり動画撮りすぎるとアップロードできなくなっちゃうんで、この辺で今日は終わりたいと思います。またご連絡します。では、深夜遅く、お疲れ様でした。そして深夜遅くにご入学決断、ありがとうございました。はい、バス停より